はい、皆さんこんにちは、鳥取キングダムです。今日も元気に坂付けやっていきましょうということで、アップデ解説の続きですね、ガチャ考察していきたいと思います。その前にですね、こちらチャンピオンズロード、マッチの方を、2日間ですね、やりました。でドリンクの回復分も合わせて合計で30回 AP 回復をしましたので、そうですね、30回 AP 回復をしてですね、どれぐらい溜まったかと言いますと、アクセサリーじゃない、破片が、かけらが、はい、85個ですね。なのでドリンク10個プラス AP 回復10回の2日間、合計30回の回復分を使ってフルで、60分の60の一番最後のステージですね、をフルで回しました。でまあ勝率は 95% とかかな、まあまあ9割以上という感じで、回っていきました。まああのね、これ勝てなくてもあのドロップするときはドロップしますからっていうところで85個ですね。なので交換の方に行ってですね、監督のチケットと交換しようと思うとあと15個必要ということです。なのでまあざっくりと1週間毎日毎日 AP 回復 1000GB 使ってですよ、1週間回って合計 7000GB 使ったとして、7000GB 使ったとして交換できるこのチケットはまあ約2枚ですね。なんでこれ1枚3500円ぐらいの価値なのかなみたいな感じでございます。まあそれもね、結局一番上のステージを安定して勝てる、マスターディビジョン、ダイヤモンドディビジョン勢ぐらい、の人の割合でこれなので、まあ実際のところ多分ですね、これ1枚ゲットするのに1週間丸々やっても1枚に満たないという方もまあゴロゴロいるんじゃないかなと思います。結論として、史上最大のクソイベントですね。はい、まあね、もうツイッターの方でもアンケート取って、いますし、まあツイッターの方の、声を聞いてもですね、まあほぼほぼ皆さんがもう本当に、ひどいというふうに話しているんですけど、まあ何がしたいのかわからないですよね。だから過去のその坂津区のすごい選手、すごいオーナーさんと戦えるみたいな、企画スタートだったはずがですね、実名が出せないってことになって、なのでチーム名は全部ね、架空のチーム名というかね、第40回とか第38回チームみたいな感じになってるんで、まあもうこの時点で一体誰なんだっていう話で、懐かしい、あのチームととか言ってますけど、もうわかんないですからね、そんなの。懐かしいとも思わないし、まあもうその時点で企画倒れ、コンセプト崩れ、さらにはこのゲー、このね、イベントをやる目的が監督スカウトチケットというところで、まあそれはいいと思うんですけど、監督スカウトチケットのそのゲットするための破片のドロップ率があまりにも異常に低い、そして交換100枚というところも異常で、監督チケットの効果効能というかね、必要度っていうところで言うと、ぶっちゃけね、マスター勢以外いらないっすよ。もらえる監督チケットで適当に回して運が良ければいいな、そんな程度ですよ。だって結局制限性あるし、でマスター勢に関しては結構このコーチでね、上限が大きく変わって選手1体の、総合値が大きく変わるんで、まあそれは必要度は上がるんですけど、でも7日間フルで 7000GB 使って全部こっちに、ま、寄せてですよ。ほんで監督チケット1枚2枚でしょ、こんなん誰がやるのよ本当に。いやだったら普通にリーグ周回して、そっちで GB ね、10回回復使って2つ名のコーチ取って、選手を1人でも多く金の2つ名取ってスキルを乗せた方が、まあよっぽど戦力上がんじゃんっていう話ですよ。しかも監督、使ってる監督が変われば当然コーチも変わっていくわけで、これ2枚1枚2枚しか出ないこのイベントね、1週間やって 7000GB 使ってやっと1枚ゲットして、コーチのレベル1個上げて終わり？は？っていうね、
もう本当に超絶クソイベントね。でもらえる選手、もらえる選手はね、これどれもいらない、もう全部売却ですよ。もうすでに僕は売却しましたけど、もう足にも棒にもならない、スキルも弱い、選手も弱い、ごとつしてる。だから何、本当にね、誰のための何のためのイベントなのか一切わからない。しかもね、ワールドカップで新規ユーザーたくさんゲットして、その新規ユーザーがめちゃくちゃ引退してると思うんですよ。もう数字とかね、全体見てればわかると思うんですけど、そりゃそうですよ。新規ユーザー楽しませるような新イベント、なんかありました？ CCT、はいはい、課金税しか楽しめない、はい、この何、チャンピオンズロードマッチ、誰が楽しむのこれ。一部の、超一部のマスター勢の、まあもう本当このね、ステージ60をぶん回させて、まあ、やっと2枚ゲットできる人、まあね、これだったら CCT のがまだ良かったよ。 CCT がクソイベすぎるから、早く次のイベントと思ってたらそれを下回ってくるっていうのね、すごいですよ本当に。もうね、ものすごい今口悪くて申し訳ないです。ただ本当にね、このタイミングでこれはひどい。うん、ということで、もう二度とね、このチャンピオンズロードマッチやらないでほしいですね。ところが、まあ CCT のように毎月半ばはこのね、CRM とか言って出てくるんでしょ？もうね、ちょっときついっすよ、このイベント。このイベント、曜日マッチレベルで置いとけばいいんじゃない？曜日マッチのところに。そんなレベルですよ、これ、別に。ね。っていうところで、だから曜日マッチみたいな感じで置いてある分にはいいと思うんですよ、この仕組みはね。ただこれをね、一個の大々的な新イベントとして持ってくるには、かなりちょっとね、ハードル上げすぎて、あまりにも下回ったっていうね、ところかなと思います。まあ皆さんの声を代弁して、ちょっとね、かなり辛口のコメントになりましたけども、もう特にね、今もう手に取るようにみんなの坂津区への愛情や坂津区への熱がもう急激に下がってるんですよ。僕も含めてめちゃくちゃ下がってるところにこれですからね。いや、自らなんかね、自殺行為というかね、もうとどめを刺しに来てんのかなと思うような、これはね、ちょっとね、大丈夫かなと思いますね。6周年、あ、5周年ね、5周年大丈夫なのかな。はい、って思います。じゃあちょっとスカウト行きましょう。はい、今回来たスカウトはこのベルカンプの、ガチャという形になっておりますが、なんと、唯一のピックアップされているこのベルカンプレジェンド、究極の大人気のベルカンプが、S4 つ文字じゃないっていうね、もうこの時点でなんじゃこりゃっていうところなんですが、もうちょっとね、今回のアップではね、もう申し、なんだろうな、物申したいことしかないっていう感じですが、まあちょっともうなので、このあたりのステップ1からのこの辺はもうご自身で確認していただくとして、もう常設 10% です。で新選手しか出ません。で合計5名です。1人当たり 2% で出ます。はい、で、メインであるベルカンプ見ていきましょう。はい、旧ベルカンプすごい強かったですよね。はい、しかもベルカンプといえば、あの光るプレーの、もうとてつもないね、えげつい、トラップからのゴールというね、光るプレーもあります。さあ、デニス・ベルカンプ、新バージョン、どんな感じになってるのか、ドンというところで、なんと S2 つしかありません。はい、ということで、前回の旧ベルカンプと比べてもですね、ほぼ変わんないです、能力。で、まあ、唯一言うなら、キューベルカンプ、トラップが異常な数値になってました。それがちょっと抑えられて、その分、まあ、まんべんなくドリブルとか、まあ、その辺に振ってますよ、みたいな感じで、逆に言うと、ドリブル、まあ、普通に使える。シュート、まあ、高い。パス、まあ、まあ、トラップ、を高い。精神力、高い。パワー、強い。っていう感じで、まあ、なんだろうな、尖ってるところがないですね。尖ってるところがない、ベルカンプということで、まあ、そつなくこなしてくれるベルカンプかなというふうに思います。個人的には旧ベルカンプの能力値の方が尖ってて面白かったなというふうに思います。はい。でですね、スキルもなんとファーストがマーベラストラップとかトラップではなくレジアスシュートということで、今までベルカンプといえばね、ファースト、必ずね、強いトラップで来てたんですが、今回はレジアスシュートということで来ております。なので今までのベルカンプよりも、まあ、どちらかというとね、もうフィニッシャーに寄せたという感じかなと思います。で前線のアーティストで、
トラップ特大アップ、オフェンス能力大アップ、まあ高いところだけをガッと上げてるので、これも合ってます。フィニッシュマスターで、シュートトラップ、両方のスキルの発動率特大アップしてくれます。マルチクリエイターで、シュートトラップ、さらに特大アップして、パス大アップしてくれます。クリーンアタッカーで、ファールしにくくなり、さらにはオフェンス能力中アップということで、まあとにかくね、高いオフェンスがガーンと上がってるという感じです。で、これがですね、旧ベルカンプの場合はトラップがグーンと高かったので、そこをちょっと抑えて、それをオフェンスに持っていった分だけこの特徴で上昇する数値がさらに上がってるというところです。得点力で言ったら多分旧ベルカンプよりもこちらのデニス・ベルカンプの方が点は取ると思いますが、明らかにねこっちの方がいいっていうわけではないかなと思います。旧ベルカンプは旧ベルカンプで、トラップして相手の攻撃ディフェンダー陣を崩壊させていくっていうねそういう役割もありましたので旧ベルカンプも十分強いと思います。はい、なんで S4つにしなかったのこの流れで。まあね、ということで、まあ、個人的にはイングランドリーグスターズを組む際にフィニッシャーとしてベルカンプを使いたいという方は、まあ、もちろんこれを使っていけばいいんですけど、まあ別にいらないレバンドフスキー持ってるしとか、まあ、他にもねたくさんいますよね。っていうオーナーさんからすると無理くり作っていく選手ではないですね。そもそも S2 つ持ちなんで。はい、もっと言うとね、旧ベルカンプいたら別に旧ベルカンプでいいんじゃないかっていうところもありますね。はい、続いてこちらラウタロヒメネスですね。あ、ごめんなさい、ラウタロマルティネスと被っちゃいました。ラウルヒメネスね、ラウルヒメネス。はい、ラウルヒメネス、一言で言います。オプティマスシュートの継承要因以上、選手単体では使う価値はありません。はい、なので、当たったらですね、オプティマスシュートを継承することができます。めちゃくちゃ強いですね。もうだったらねこれ、ティマス選手とかにしちゃえばいいんじゃないって思いますけど、ラウルヒメネスですね。オプティマスシュート、自身のスタミナ中回復、一定時間シュート、ドリブル、精神力特大アップ、めちゃくちゃ強いです。さらにはこちらは複合系で空中戦も発動してくれるということで、回復するし空中戦も発動するし、なんと一定時間でシュート、ドリブル、精神力っていう、攻撃には最も重要なこの3つをですね一定時間特大アップしてくれるということで、シュートの、スキルの中では最高峰、一番強い、シュートになりますので、これが当たったらめちゃくちゃラッキー。これをですね強い選手に継承していきましょうという感じになります。はい、続いてフォーデンですね。はい、来ました。フィル・フォーデンが左のミッドフィルダーで登場という形になります。でジョーカーなんですけども、ここ ENG スターズということでイングランドリーグスターズの限定がついておりますので、イングランドリーグスターズのモスキーニョ監督の時のみジョーカーが発動するという形になります。ですので、イングランドリーグスターズ染めのモスキーニョを使わない監督さんからすると、もうこのフォーデンは使い道がないゴミですね。もうなんか今日はちょっとほんと口が悪くてほんとごめんなさい。まあいろいろねちょっとねきついっすね、きついっすよ。思うところがいっぱいありすぎて、ぐっと抑えたいところではありますが、はい、フィル・フォーデンですね。僕もすごく好きな選手なんですが、残念ながらですね限定ジョーカー、そして今回のモスキーニョを作る監督さん、オーナーさんは、劇的に少ないと思いますので、このフォーデン使う方もすごく少ないんじゃないかなというふうに思います。まあ、旧フォーデン持ってて、3突2突で止まってるよという方は、このフォーデンをですね餌にしていってもいいと思いますし、フォーデンだったらねこれからももっと強いフォーデン出る可能性もありますよというところで、はい、まあ、この選手自体はちょっと使い道がないかなというふうに思います。ただですねモスキーニョ監督使っていくよというオーナーさんは、その時だけですね左の、ジョーカーとして使っていくと S 持ちのジョーカーでターンドリブルなんで、これはなかなか強いよということは言えるかなというふうに思います。はい、であとはそうね、カウンターチャージとか言ってねパスカットチューアップしたところでパスカット全然ないから、こんなのもう空気にも何にもなんないっていうね、意味不明ですよね。オフェンス能力ダイアップのみでいいじゃんみたいなね感じですが、はい、まあターンドリブル自体はね継承としてもあんまりそんなね嬉しい継承ドリブルでもないかな。まあ強いは強いですけどね、他にも強いドリブルあるんで、
って感じです。なんで、モスキーニョ監督使うオーナーさんからすると、まあ、作ってもいいのかなと思いますが、無理くり作るほどの選手じゃないかなとは思います。まあ、そもそもね、イングランドスターズ限定ついてますし、あとは古いところで言うとですね、アンスパティか。アンスパティ持ってる方はこれピタッとハマるんですよね。ここ指定入ってませんし。だからフィル・フォーデン別にいらないですよね。アンスパティ使えるんでというところです。スーステですけど、限定ジョーカーというところを考えても、普通にものすごい古いですけど、僕はアンスパティの方が、上かなと。用途としては上かなというふうに思っちゃいますね。はい、続いてツエクですね。はい、このガチャで唯一、この選手はやばいですね、ハキムツエク。このガチャの中だったら一番の大当たりはこのツエクかなというふうに思います。まずはじめにアタッカーの右サイドなので、今回のですね、指定になっているモスキーニョ監督を作る上では、ツエク、まあどうしても必要になってくるかなというふうに思います。ただですね、モスキーニョ監督を作らないオーナーさんからしても、結局、チャビ監督を使ってるオーナーさんだと思うんですね。ほとんどがそうだと思うんですけど、バルセロナ染めのチャビ監督の右のウィングは指定が入ってません。なので、オフェンスバリエーションを持ってるので、右のウィングでもこのハキムツエクは使っていくことができますので、チャビ監督を使ってるオーナーさんでもこのツエクは、しっかりと活躍してくれるというところになってきますので、このツエクはですね、どのオーナーさんに対しても、まあこれはちょっと欲しいなと思わせるような選手じゃないかなというふうに思います。まあそうですね、マスター勢のオーナーさんだとあの位置にはメッシですね、バルセロナ、バンディエラのメッシを使ってる方多いと思いますが、このメッシとツエクどっちが強いのっていうと、個人的にはツエクですね。まあ誤差でもあるんですけどね、結局ジョーカー出したら前半だけだし、その短い期間でできるプレーの中でどっちが上ってそこまではないかなと思いますが、このツエクの方が個人的にはやっぱりグッと抜けてるかなと。まずそもそもステータスがあのメッシはちょっと古いので、S4 つ持ちのこのツエクの方がステータスが上、さらにはシュートとドリブルっていうところ、がすごく高いのと、そうですね、やっぱりこのレーン特徴持ちですね。レーン特徴持ち、あのメッシはですね、バンディエラ特徴を持ってるがためにですね、ほとんど特徴ないんですよ。3つしかない特徴で、1つはスキルの発動率上昇ですよね。でその残りの2つのうちの1つがバンディエラになっちゃってるんで、自身のステータスにバフをかけるような、特徴がすごく少ないんですけど、このツエクはそれに比べるとレーン特徴で、まずは自身にドリブル、タックル、ダイアップがかかってきて、さらには右サイドバックに、ドリブル、タックル、ダイアップかかってきますよね、チャビ監督の場合だったら。はい、まああれですね、これでもモスキーニョで使う場合は自分にしかかからないんですけど、だからどちらかというとこのツエクは、チャビ監督の方で使った方がまあ入るのかなとは思いますけどね。で相手センターバック、それから自身と対戦するであろう左サイドバックに配置されている選手のパスカットがダイダウンしてくれてるっていうところも嬉しいところです。レーン特徴っていうのは合計で2つまで二重掛けすることができるので、持っておいても今後もですね、ツエク出番が出てくる可能性がありますし、今現時点で、2人の監督で両方で使うことができるので、このツエクは結構いいかなというふうに思います。さらに一撃の名手ということで、オフェンス能力ダイアップして、さらにシュート特大アップする、これめちゃくちゃ強いですね。はい、で勝者の嗅覚でシュートスキルの発動率が特大アップしていて、はい出ました、ロングシュート、最強のシュート、オプティマスロングシュート、超激レアですね。前出たのって鎌田大地でしたっけ。それ以来ぶりじゃないかなと思いますが、まず自身のスタミナ中回復する一定時間、シュートドリブル精神力特大アップということで、これはさっきのオプティマスシュートにまあほぼ一緒ですね、内容としては。ただそれのロングシュートバージョンという形になります。空中戦は発動しません、複合ではありません。オプティマスロングシュート、まあロングシュートで中回復できるっていうのも大きいです。まあ一つ言うならば、ゴールキーパーのスタミナをね削るものがついてないというところが、まあ差別化できる他のねロングシュートの差別化かなと思います。このプティマスロングシュートが発動すると、もうその後のねドリブルもかなり生きてくるので、これはかなり強いと思います。はい、そしてランクへのセービアドリブル、一定時間ドリブルがダイアップし、相手ディフェンダー選手全員のタックルスピードダイダウンですね。で相手ディフェンダー選手全員のスタミナ極小ダウン、まあこれは大した、まあ、意味はないかなと思いますが、空気ですね。はい、これも十分強いドリブルです。はい、
まあこれは強いね。これは一戦級でございます。ハキム・ツェイキュー、しかもアタッカーというところがまたいいですね。これはしっかりドリブルしてシュートを打つ、ドリブルしてシュートを打つというところで、もうしっかりとこの選手に当てはまってるかなというふうに思います。一つ問題点を挙げるとすると、メッシはバンディエラが持ってて、自身にも中アップのバンディエラかかってみんなにかけていきます。でメッシは別にベンチに置いておけばいいやと思いますけど、バンディエラベンチからでもかかるんで、ハキミツェイク自体にかかるバンディエラが現状このゲームで登場してないってところですね。モロッコのバンディエラは当然ないですし、イングランドリーグスターズのバンディエラは当然ないですし、どうします？5周年がまさかのモロッコだったら、ずっこけですよね。まあめっちゃ面白いですけど、逆にね、ワールドカップでね、モロッコめちゃくちゃ強かったから、ね、まさかの5周年モロッコっていうのはね、絶対ないと思いますけど、まあいいや。モロッコのバンディエラね、出ないですよ。一生出ないですよ、絶対。まあ、絶対って言うとあれですけど、出ないでしょうね。その5周年ずっこけモロッコフューチャーがない限り、モロッコのバンディエラはないと思うので、ってなってくると、まあ、イングランドリーグスターズのバンディエラがおそらく3月末のフェスで出ます。これも出ます、絶対出ます。でだからそれを取る必要があるんですよね、このハキム・ツェイクに中アップかけようと思うと。で結局ね、チャビ監督で行こうと思うと、イングランドリーグスターズをチャビ監督にはめていこうと思うと、使えるのツェイクと、まあこの後説明するセンターバックぐらいなんですよ。ってなってきた時に、バンディエラがな、わざわざそれでベンチ一枠潰すかってところもあったりするんで、そこを加味するとメッシとツェイクってほんとビビたる差でしかないと思うんで、もちろんワンチャンのね、チャンス、シュートの得点っていうと、ツェイク強いと思うんですけど、でもね、やっぱメッシってこのゲーム、謎のね、謎の、なんだろう、強さを誇ってますからね、わざわざ、ね、課金してまで取っていく必要はないのかなと、メッシ持ってる人はね、メッシ持ってないよ、ジーズス持ってないよ、あそこ全然実はいないよ、あと誰だっけ、ピンクの髪の、名古屋グランパスにいた、あ、ド忘れした。ド忘れした。実際本人にも会ったことあるのにド忘れした。あの人。あーす、スウェーデンの。あー、ド忘れした。ラーションじゃなくて、あれ誰だっけ、うわー、ド忘れした。ごめんなさい。もうめっちゃ出てるのに、あの、アーセナルのピンクの髪の。名古屋グランパスにもいた、グランパスの時は坊主にしてた、腕にすごいタトゥーがあって、スウェーデン人の、ここまで出て名前が出ないっていうね、やばいですね、多いですね、すいません、とかね、持ってないよって方はツェイク、これはね、いいと思いますよ。はい。はい、続いてこちら、ラストですね、ストーンズ。おい。はい、ジョン・ストーンズ選手です。この選手は S1 つ持ちということで、まあセンターバックなんでね、センターバックの S4 つ持ちって確か3、4人ぐらいしか出てないんで、まあ全然強い方でしょう。カバーリング系統です。そして今回、サカツクロードトゥワールド初登場となります。センターバックでのコンボ特徴ということになってます。はい、チーム戦術がポゼッションの時ですね、編成時に範囲内にいる、これ紫色の範囲が指定で出てきます。その中にポジエディとかでこう選手を入れていくんですね、寄せていって、そうするとですね、その選手のパスとパスカットがチューアップします。さらにパス意識がチューアップします。さらに自身との連携を1段階強化しますので、まあ真っ赤っかの上の紫が、解放されるという形になっております。はい、ね、続いてボールジャマーでパスカットタックルの初打ち特大アップ、堅牢でタックルパスカット特大アップ、奪還者でタックルパワー大アップ、でここも新登場のスキルになってます。バーティカルタックル、相手フォワード選手全員のスタミナ昇段、味方ミッドフィルダーのスタミナ全員昇回復で、一定時間タックル特大アップ、ここですね、相手フォワード選手全員の精神力のみ特大ダウンという形になってます。シュート精神力特大ダウンではありません、精神力のみ特大ダウン、微妙ですね、微妙ですね。わざわざこれバーティカル 新スキルだ、これ取らなきゃっていうスキルではないですね、そんなに強くないかな、と思います。弱くもないですけど、尖って強くはないかなと思います。
はい、ごとつした時ですね、ほとんど変わらないです。タックル超特大アップ、それから精神力が超特大ダウンに変わってます。はい、ということで、ジョン・ストーンズですね、総合的に見ると、まあ、タックルパスカットがすごくというか、まあ高くて、マークが、まあ最低限あって、パスがまあまああって、フィジカル両方がまあまああるという感じで、まあ安定してね、タックルでボールを奪ってくれるんじゃないかなというふうに思いますし、カバーリング系統というところにもすごく当てはまってるんじゃないかなというふうに思います。何よりも新登場のディフェンダーのコンボ効果というところもありますし、かなり強いんじゃないかなと。まあ当たったら結構これはラッキーかなと思いますが、やはりこれも同じくですね、ポジションのセンターバック、まあ今までもいっぱい出てますよね。ミリトン、マルキーニョス、クンデ、それからクーマン、ということで、もうここもねお腹いっぱいだよという人いっぱいいると思います。で、比べた時に、あとキャンベルね、キャンベル、この辺りの選手とジョン・ストーンズを比べた時に、ほとんどまあジョン・ストーンズの方が頭一個抜き出ることはないですね。ないです。なんで、組んで持ってるなら組んでで OK。ですし、キャンベル持ってるならキャンベルで OK ですし、ってなってくると、まあ、その、戦力的に足りてない方に関しては、ジョン・ストーンズ当たったら作っても強いと思いますっていう感じです。わざわざ現状の今言ったような選手たちが5突で持ってるんだったら、そこと変えるほどでもないかなというところは感じますね。はい。で、スキル要因としては取っていくっていうほどのスキルでもないかなと個人的には思ってます。はい、ということで以上5名のガチャということで、これはですね、もうスルー確定、スルーでいいです。はい、まあ僕は引きましたけどね、僕は引きましたけど、これ皆さんスルーです、スルー。ぶっちゃけだから最近始めたばかりですよっていう方とかは逆に美味しいかもしれないです。だって結局ベルカンプ、ストーンズ、ツエク、この3人5分の3がやっぱり今最前線で戦える強さの選手なので、まだまだこれから今言ったみたいな、比較するような選手まだ持ってないよというオーナーさんは全然これガチャ回しても、いいのかなというふうに思います。はい、ただまあね、比較的他にも選手いるよという方はもうこれはスルーして、5周年に向けて、よし、ここはねもうしっかり GB を貯めれるように運営さんは、こういうねちょっと微妙なことをしてくれてるんだというふうに前向きに思うのがいいのかなというふうに思います。はい、ということで皆さん、まあちょっとね、サガツクの熱が下がりかけてるかもしれませんが、ぐっと我慢です。来月ね、ものすごい5周年のイベントがおそらく来ます。これはねもう用意してくれてるはずですよ。皆さん期待しましょう。はい、ということでこの辺で動画終わりたいと思います。それではまた。